無理くりだもの。フラマーガンダム使えんの今回。決戦。うわ、じゃっ、いや、ちょっと待って。我が軍の戦力はジオン軍を圧倒し始めている。星1号作戦は最終段階に突入した。アーバーワクーンを完全に制圧するため、ジオン軍の残存兵力を駆逐せよ。いや、ちょっと待って、これ魅力的だぞ、これ。フルアーマーガンダム。行くか。やってやるさ。決戦。出撃お願いします。どうかご無事で。まとめて始末してやる。さあ行きましょう。さて問題は、私にニュータイプの素養があるかどうかな。作戦開始。タイマンであって、タイマンだー。いやうりゃくるねー。いやーギャス。ミサイルに追ってもらった方がいいんじゃねえかな、もう。待って、分かる。やばい。バカ、邪魔すんな。やっぱ正面はマジで危険。話にはできんのだ。うわーおいバカ野郎脱出する。おい待ってよ。いいまだ俺はやれるんだよ。どうせてめえマジ避けられないよな、これ。ああ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。いや、避けなかった、避けれた。あ、やめて。あ、しまった。チューするの忘れてた。まあ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 、いけなくはないか。出撃、お願いします。あ、やっぱ全然違うわか。ねえマジこのドーム空気読めねえ。何なんだお前マジで。早く早く押した。しょっぱな SP アタック来るから、これをいかに避けるか勝負。そう考えたら、あー当たっちゃ、最悪最悪。いけるか。もう一回行くんじゃねえよな、まさか。あーマジミスった。いけ、完璧に
やっぱアレックスしか勝たんな。危ねえ、マジ。もう最後、超怖かったわ。お前、いけた。宇宙要塞、アー・バオクーの激戦は連邦軍の勝利に終わった。この戦いの中、ジオン航空に中枢であったザビ家一党はギレン総帥、キシリア少将の死によって壊滅。時にダブル、宇宙世紀 0080、1月1日、後に一年戦争と呼ばれる人類史上かつない大規模な戦争は終焉を迎えた。宇宙世紀 0087、時は流れ、再び争いが始まる。マジでか。続きがあるのか、これで。ああ、終わった。あ、これで一応ひとまずの完結を迎えるわけだ。一年戦争として終了みたいなね。危な。はい、というわけでね。最後までご視聴いただきありがとうございました。こうやってみるとまだまだ出てる人多そうだね。ノリスもいる。ケンビダシだとニンバススターゼン、シン・マスナのジョニー・ライデン、やっぱいるよな。うわ、ゼータの人たちもいる。結構いるな。そうだよな、0087つってたからな。ゼータも出るよな、そりゃ。まあまあ、とりあえず今日はここで終わりましょうか。じゃあね、切りよく。続編として、ゼータ編もね、やっていきたいと思いますので、よかったら皆さん見てくださいね。ってことは、ゼータの機体も出るのでは？てか、なんかいろんなさ、ルートがあったから、それもいずれやりたいよね。うん。他なんだっけ、オーストラリア戦線とかさ。あとなんかこう、宇宙に上がらなくて地上に残るルートもあったから、それもなんかちょっとやってみたいってところあるかな。あとは、モビルスーツを強化してちゃんと、エルメスを倒したい。エルメス倒してなんとかしてえな、マジで。あれは強いもの。まあまあ、機会があったらやりましょう。というところで、じゃあね。今日はこんな感じで終わりましょうか。また機会がございましたら。まあまあ、なんかこう、なんだろう。これで、シリーズでね、できたらって感じだな。また。バトルロワイヤル。結構なんかね、コメントを見た感じ。知ってる人もね、何人かいたっていう感じなんで。また、楽しんでいきたいと思います。バトルシリーズはね、できればね、制覇しようと思ってるんですよね。準備はできてるから、あとはやるだけ。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやっているので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。